アンナ・ベイツと両親の写真アンナ・ベイツは、カナダ生まれの女性である。彼女はその長身で知られ、ピーク時には227センチメートルあった。1862年に名高い工業士、PT ・バーナムと契約し、世界で最も背の高い女の子として、彼の工業に出演した。アンナの夫となった、マーティン・バン・ビューレン・ベイツは、身長が241センチメートルあったといい。 ギネス世界記録では、これまでで最も背が高かった夫婦として取り上げている。結婚前の名は、アンナ・ヘーニングスワン。父親は、ダンフリーズ。母親の祖先は、オークニー諸島の出身で、二人とも、平均的な身長であった。二人は13人の子供を設けたが、他の12人は、父母と同じく平均的な身長だったのに、三番目に生まれた。 アンナの実が人並み外れて成長が早かった。アンナは出生時の体重がすでに8 2ラムもあり、4歳の誕生日には身長が1 3 7トルに達していた。6歳の誕生日に身長を再度測定したところ、1 5 7 5トルに成長していて、彼女の母親よりわずかに2.5から5トル低いだけであった。11歳の誕生日には、 素足で立って 188cm、体重は 96kg あった。15歳の誕生日までに、アンナはちょうど 210cm に成長していた。その2年後までに、彼女の身長はピークに達した。22歳の時の身長と体重は 228.6cm、159kg であった。アンナの足のサイズは 34cm だった。 アンナの身体的成長は彼女の幼年期全体に比例していた。1862年、アメリカ合衆国の長い工業士 PT ・バーナムはノバスコシアにいる大きな女の子の話を聞きつけた。バーナムは代理人をアンナが当時住んでいたニューアナンに派遣し、当時16歳のアンナと彼女の母親をニューヨークに招聘した。アンナは文学及び音楽的な素養に優れ。 非常に知的な女性とみなされていた。バーナムの将兵は、より良い教育を受けたいと望んでいたアンナにとって、願ってもないことであった。バーナムと1ヶ月あたり1000ドルの報酬で契約した上で、3年間にわたって1日あたり3時間の家庭教師からの個人指導を受けるという条件に、アンナは喜んでいた。彼女は演技やピアノ、声楽も学び、優秀な成績を収めていた。 アンナは、劇でマクベス夫人を演じたこともあった。バーナムはアンナを、身長2.46メートルの世界で最も背の高い女の子として大々的に、宣伝し、91.4メートルのサテンと45.7メートルのレースで作った衣装をあつらえて、身なりを整えた。バーナムは、自分のもとで働いていた。 身長、73. 7 3 7トル体重1 0 9ラムの小人症の男性、コモドールナットとアンナを対比させた。アンナは彼女を見に訪れた監修と会話し、お互いに楽しんでいた。アンナは、ショーの一環として、ウエスト周りを測る巻尺を使っていた。監修の中の女性がその巻尺で、自分のウエスト周りを測ったところ、普通の女性ではその巻尺が、 ウエスト周りを3回巻くほどであった。後にバーナムはアンナについて、知的で、決して悪そうではない少女であり、彼女が私の元にいた、長い間に、大勢の人が訪れてくれましたと記述を残している。1865年7月13日、アンナは、ニューヨークのバーナムのアメリカ博物館で火災に遭い、危うく消死するところであった。階段は炎に包まれていた上に、アンナの体は、 窓から脱出するには大きすぎて無理だった。アンナは恐怖からパニックを起こし、救助に来た男性の体の上に倒れ込むほどの状態であった。博物館の従業員が近所でデリックを見つけ、3階の窓の周囲を破壊した上で、男性18人がかりでアンナの体を滑車とロープで吊り上げて救助することに成功した。この火事の頃、 アンナの体重は1 7 9キログラムあった。通常時の体重は1 5 9キログラムで、最高時の体重は1 8 7 3ラムだった。火事の後、アンナは西洋のために故郷に戻ることになった。ただし、すぐにバーナムが新たに開設した博物館の工業に出演するためにニューヨークに戻った。 しかし、この博物館も、不審火によって1868年に消失した。その年の夏にアンナは、故郷の家族を訪れ、アメリカ合衆国に戻る前に、ノバスコシア州で、博覧会に出演した。アンナは巡業旅行に出ることになり、1869年には、イギリスを訪れた。この頃のアンナについて、新聞記者が、立っている時は、すべての男性より抜きん出ていて、 座っている時には大部分の女性よりも抜きん出ている。顔の輪郭は卵型で、声は優しく、話し方は物柔らかだと発言した。アンナはこの時、王室にも紹介された。マーティン・バンビューレン・ベーツ・ハリファックスに、サーカスが巡業に訪れた際、アンナは、ケンタッキー出身のマーティン・バンビューレン・ベーツと出会った。マーティンも、アンナと同じく抜きん出た長身の人物であり、 ケンタッキーの巨人と呼ばれていた。アンナはサーカスの工業士に目をつけられ、即座に契約を結ぶことになった。アンナとマーティンの巡業は大評判となり、やがて二人は恋に落ちた。1871年6月17日、アンナとマーティンはロンドンのセントマーティン・イン・ザ・フィールズ教会で結婚式を挙げた。式を取り行った司祭ル・パート・コクランはアンナの家族の友人であり、 たまたまロンドンで説教するために滞在していた。死災の身長は191センチメートルあったが、新郎と新婦が長身だったため小さく見えたという。結婚式には、時のイギリス女王ビクトリアも参列し、二人に結婚祝いとしてダイヤモンドで装飾された金星の腕時計を送った。1872年にアンナとマーティンは、 オハイオ州メダイナいのセビルという村に130エーカーの土地を購入し、二人の体のサイズに見合った家具をあつらえた。マーティンは自宅の建築について指し図し、天井の高さは4.3メートルあり、ドアは特別に広く2.6メートルの高さで作られた。自宅の裏にあたる部分は使用人や来客のために通常のサイズで建築された。二人は夏の間、 ww コールサーカスと共に巡業していた。アンナは2回出産したが、最初の子は死産で2人目の子も短命であった。1872年5月19日にロンドンで生まれた最初の子は女の子だったが、この子は死産であった。女の子は身長がすでに、68. 6 8 6トルもあって、体重はアンナの出生時と同じ8 2ラムだった。 アンナとマーティンは1874年にイギリスからオハイオ州の自宅へ戻った。1878年の夏、巡業中にアンナは二度目の妊娠をした。1879年1月15日に陣痛が始まり36時間継続した。出産に立ち会った医師は新生児の頭部が大きすぎて通常の出産ではないことに気づいて監視を使い、 もう一名医師を呼んだ。彼らは新生児の出産を援助する目的で首の周囲にバンデージを据え付けた。1月19日になってアンナはセビルの自宅で男の子を出産した。誕生した男の子は出生時の身長が76センチメートル、体重が10.77キログラムあり、記録に残る最大級の新生児であった。しかし、 この子はわずか11時間の命であった。子供を失った昇進を癒すために、アンナとマーティンは1879年の夏に、WW コールサーカスの巡業に復帰した。1880年の春に引退を決めて、最後の巡業に参加した。アンナは、小ビジネスでの日々から離れて、残りの人生を農場で静かに過ごした。1877年に、 地元のバプテスト教会に入信し、日曜日には夫婦で教会のお礼拝に参加していた。教会は新都籍を拡大して、二人が快適に座ることができるように配慮した。アンナは時折日曜学校で人々を教えた。アンナは42回目の誕生日を迎える1日前の1888年8月5日に、 結核で死去した。以前に工場選手を患っていた上、心不全をも起こしていた。アンナの死後、マーティンは棺をあつらえるために、クリーブランドに電報を送った。しかし、電報を受け取った側は何かの間違いだと思って、標準サイズの棺が届けられた。マーティンは、この始末に激怒し、最初の電報が正しかったと主張して、再度連絡を取った。アンナの葬儀は、 正しいサイズの棺が届くまでの間延期され、結局8月13日に埋葬された。アンナの死後、マーティンは1897年に、通常の背丈の女性、アネット・ウェザビー・ベッツと再婚して1919 19年まで生きた。アンナとマーティン、そして子供たちの墓は、セビル村のマウンドヒル墓地にある。この墓には、1875年の春に、結核で死去した。 アンナの妹マギーも葬られている。アンナは4万ドル相当の遺産を残していた。彼女の服や宝石は遺族館で分配されたが、子孫は彼女の出生地の近くにある畳がっちのサンライズトレール博物館でいくつかの遺品を展示することを許可している。AB アンナとマーティンの身長については資料によって諸説があり、ギネスブック8719ページと、 ギネス世界記録2 1 2 0 1ページでは、アンナの身長2 2 7センチメートルに対して、マーティンが2 2 0トルと記載している。ギネス世界記録2 1 2 0 0ページでは、最も背の高い存命中の夫婦として、アメリカ合衆国のウェイン・ハルキストとローリー・ハルキストを取り上げている。ミルブルックは、現在のタタマガッチ近郊にあったという。 トロント大学ウェブサイトのディクショナリー・オブ・カナディアン・バイオグラフィーでは、アンナとマーティンの出会いをヨーロッパ行きの戦場と記述している。香港では、英語版などの記述によった。トロント大学ウェブサイトのディクショナリー・オブ・カナディアン・バイオグラフィーでは、男の子の誕生日を1月18日と記述している。香港ではギネス世界記録公式ウェブサイトなどの記述によった。AB ギネス世界記録2012、100から101ページ。ABC、ギネスブック、80、ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ、AAB、ACADAAF、AGRICE1、アンナ・ヘイニング、ディク d i ナ t o n a カ y OF CANADIAN BIOGRAPHY、トロント大学ウェブサイト、2014年7月15日、閲覧。 A.B.A. バイアグラフクルスケッチアンラエイチスワンから1871ハットザベルファーストニュースから18ディセンバー1863ディザストラスファイヤザニューヨークタイムズ2008年4月3日閲覧シティアンドサバーバニュースザニューヨークタイムズ2008年4月3日閲覧ザピープルズアルマナクプレゼンツザブックオブリスツブックオブリスツニューヨーク バンタムダブルデイデル、P309、ISBN0 から 5531115078ABCDEF 肺をハイ、S ジャイアントクプルオヒをヒストリカルソサイティ2014年7月15日、閲覧。 a b c d e f g h i j k l m n o p q a n n a h a i n i n g, w、a、n g s w a n 7 f e t、О a、f e t 5 o i n c h e s t m a n c o m 2 0 1 4年7月15日閲覧。abcdlongestbabyguinnessworldrecords2014 <ell> <interpret ation> 年7月15日閲覧。abcd ヘビストバースギネスワールドレコーズ2014年7月15日、閲覧。ABCD インファントドーター、ベーツファインド、A グレーブ2014年7月15日、閲覧。AB、ギネスブック、87、32ページ。ウーマンギブスバース2、ジャイアントベビー。 b b c ニュース、News, h t t p コロンスラッシュスラッシュ news.bbc.co.uk スラッシュ1スラッシュハイスラッシュワールドスラッシュアメリカススラッシュ4 1 9 1 7 6 5 s t m、At、a b ゼライブインザハウスザジャイアンツビルトザシンシナティーポスト2008年4月3日閲覧ビジルビッキーブルームセマテリスオブノースイーストーハイオストーンズ シンボルズストーリーズクリーブランドオーグレイカンパニーパブリッシャーズ ISBN 978-1598510256アンナ・ハイニンスワンベーツ・ファインドエーグレーブ2014年7月15日閲覧マーチン・ハンビューレンベーツ・ファインドエーグレーブ2014年7月15日閲覧アネット・ラボーン・ウェザービーベーツ・ファインド A グレーブ2014年7月15日閲覧。インファントさんベーツファインド。A グレーブ2014年7月15日閲覧。ありがとうございます。